竹内さん鈴木代表ありがとうございましたそれでは鈴木代表お席の方にお戻りください、はい、それではここからはプレスの皆様からのご質問をお受けしたいと思います質疑応答のお時間とさせていただきますご質問のある方は挙手をお願いいたしますマイクをお持ちいたしますので御社名お名前に続いてご質問をいただければと存じます なお本日はシェンムウ街についてのご質問のみとさせていただきますのであらかじめご了承ください。それではご質問のあるプレスの方いらっしゃいますでしょうか。挙手をいただけたらと思います。皆様いかがでしょうか。はいそれでは前から三列目の右側の男性の方お願いいたします。 えっと、ファミツーコムのフリアと言いいまますすよろししくお願いします、えっと、あのソーシャル性を加味した支援物ということで、ソーシャル性という点によってどのような点を注力されたかということとです、ね、あとできればなんかあの、ワン、ツー以降のストーリーも盛り込みたいなことをおっしゃってましたが、さすがえない範囲でどんなことを盛り込んでいきたいのかなというのを教えていただければと思っています、えっと、ソーシャル性につきましてはですね、 あの主にあのバトルの部分であの試合の相手を探したりですねあの道場にあの門下生をその勧誘して集めていったりあとはあのその霊っていうそのシステムがありましてあの霊を交わすとかっていうこととかあとはですねあの探索の部分であの同じエリアに入ってる人とその,その人にあのメッセージを 送ったり礼を交わしたりそこからあの道場に対する勧,勧誘をしたりと、まあ、そういうことがちょっとできるようになってます。であとはもともと私あのシェームはあの未完であるという話を結構あの出てるんですがあの、えー、2章以降のストーリーもあの存在はしているんですが。あの ななかかこの場でお約束はちょっとできなくてこういった運営をベースのものですのでこのゲームが皆さんに愛されてですね継続ができるということでしたらもちろんその先の総理もありますので是非皆さんのもとにお届けしたいなとそういう思い からずちょっとさっきの発言になっているんですがちょっとあまりあのお約束できるようなところではない皆さん次第でですねこれはですね皆さんがちょっと頑張っていただくとちょっと後のストーリーもできるかもしれない現状楽しめるのは2までのストーリーっていうことですかえ今回ですねあのオープンしているのは「の1の一生をよこすか」っていうことです。 で、まあ、あの、この先、あの。バージョンアップ等で、あの、香港の方。という計画もございます。ますよろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、他にご質問のある方がいらっしゃいましたら、挙手をいただけますでしょうか。はい、それでは、一番。後ろの男性の方。ただいま、マイクをお持ちしております。 こちら側ですねはいすみません回していただくかこちらから回っていただきましょうかはいすみませんスタッフが回りますのでお待ちくださいお待たせいたしましたそれではどうぞマイクをお取りくださいお願いいたしますメディア人の金本ですよろしくお願いしますえー、っと シェム今までのシリーズに比べて今回、えー、ガラッとプラットフォームというかゲームのフォーマットそのものも変えてきたわけなんですけど、えー、っとシェムの今までのシリーズと今回のガイで、えー、共通して引き継がれているものというものはどういったものなのかというのをお伺いできればあとこのガイっていうタイトルのなんか、えー、由来などもお伺いできればと思いますえっと ガイの由来はあのそのやっぱりソーシャルネットワークっていうことであの知らない人と知らない人がですねちょっとこう知り合うことができたりあの顔も何も知らない人同士がちょっとメッセージを送り合ったりっていうことでもともとあのもともとシェームの世界観が SNS に親和性の高いようなあの世界観だったなと。 ずっっと思ってたわけけですけどもあのそれでまたみんなが集って気軽にみんなとのコミュニケーションを取るっていう意味であのガイっていう名前がですねあのちょうど良くてあのそういうちょうどいい響きもいいしあのそういう思いでちょっと、まあ、ロビーじゃちっちゃいですしワールドじゃでかすぎるしっていうことで。 海外に出すすどどういういかままだ悩んでますけど日本語で言う「害」っていうのがちょっと響きが良くてあともう一つは何でしたっけえっとあのゲームのプラットフォームが過去のアドベンチャーから今回の<あ> SNS アドベンチャーに引き継がれてるものが何かはい、はい、えー、っとですねあの考え方とかあの世界観とか日本の文化を大事にしたりあのそういうその。 そこに対して真正面から取り組むという考え方とか姿勢というのは全く同じです。でただソーシャルネットワークっていう新しいメディアとこれからの可能性の中でやっぱりシェムをちょっと新しいシェムを描いていきたいなという思いで作りまましたあありりががととううごござざいいすました。 それでは続いてのご質問を最後とさせていただきますご質問のある方それでは前から二列目の男性の方ただいま左からマイクをお持ちしておりますのでお待ちください、えー、ID メディアの池谷と申します二、えー、点質問がありますが えとまず課金方法などについて、今回、語られなかったと思うんですが、今後どういったものを予定されているのか、それからもう一点、ユーザーがすごく気になっている点で、専務、当初、16章構成というような発表があったと思うんですが、これは今後、えー、と鈴木優さんの中で、えー、完結されていく予定、構想などが、えー、あるのかどうか、お聞かせください、はい、あの基本的にはアイテム課金という形です。 えっと今はあのえー、っとゴールドガチャガチャ用のゴールドコインとかですね回復剤とかですねあのまああの今まさにあのこうオープンしたてでですね調整も含めてですね今あの,その価格設定も含めてちょっと今調整に入っておりますのであのこれからあの えー、いろんなことがちょっと具体的になっていくかと思いますがあの現在ちょっと言えるのはそのぐらいですね。で16章っていうのはあの多分その僕があんまりちょっと本当は11位ぐらいだったと思うんですね。あのねあの僕が16っていう数字を覚えてないので僕は11位までのシナリオはあるんですがあの。 そうですねあの本当にあのできることであればあのやっぱり中途半端な思いは僕が一番そう思ってますから皆さんも申し訳ないなと思いつつ私もあの中途半端な気持ちでおりますからああのやれる機会があればですねあのどんな形であれですねあの皆さんあのンムンやっていただいているファンの方のためにあの 何らかの形で形でにしていきたいとで今回はちょっと具体的に「専務外」というタイトルが出てまいりましたのでこれであの,あのまあ運営等その長期継続できるようであればあの、えー、お,しあのお伝えしていくことができると思いますまた何らかの形であの、えー、お伝えできる方法があればともちょっと考えております。以上です よろしいでしょうかありがとうございましたそれでマイクお預かりいたしますのでスタッフにお渡しください皆様ご質問いただきましてありがとうございましたこれをもちまして質疑応答を終了とさせていただきますそれでは各社の代表の方お席に一旦お戻りくださいありがとうございましたそれではここからは素敵なゲストをお招きいたしましてシェンムーガのトークセッションを行ってまいります 本日は特別ゲストとして、藤岡博さんにお越しいただいております。藤岡さんは仮面ライダー。